地元生産者が取れたてで新鮮な農産物を直接販売するマルシェが静岡県御殿場市で開かれました。場所は市役所の玄関です。3月から開かれている御殿場市役所マルシェ、今回が8回目で毎年利用者に好評です。今回は農家の奥さんたちが主体となる御殿場小山収穫農業者協議会生活改善部会のメンバーが取れたてで新鮮な大根や白菜、ミニトマトのほか味噌や漬物など手作りの加工品を販売しました。生でも食べれる。いいですね、今日はたまたま市役所に用事があって来たんですけど、今日久々にやるって聞いたから急いで来た。わさびの葉っぱとか普段買うことがないので、なんかこういったの新しく食べてみたいなと思って、それがいいきっかけになりました。市役所だから来られるよっていう方もいらっしゃるので、また別 の、 あの販路を開拓できたなっていうふうに思ってます。御殿場市役所マルシェは今後も定期的に開かれる予定です。